脳症騒動で韓国ファンからバッシングを受けるクリスティアーノ・ロナウドだが、SNS 活動に変化は見られない。ロナウドは2日、自身の SNS に、回復と瞑想というタイトルで浴槽に浸かる写真を投稿した。先月26日、ソウルワールドカップ競技場で開かれたチーム系リーグ対ユベントスの親善試合で、契約条件だった。 45分以上出場を守ることなく、イタリアに帰国し、避難が相次いだ。その後、先月27日イタリアに帰国するとすぐに自身の SNS を更新し、ランニングマシーンで走る動画と共に、うちに帰れて嬉しいとコメントし、韓国ファンの怒りを買った。以降も、スペインメディアから賞を授与された際の受賞写真、 チームメイトとトレーニングに励む写真など、ロナウドは毎日用に SNS を更新しているが、韓国ファンへの謝罪は愚か、韓国に関連する投稿が一枚もなくノー韓国を貫いている。